はい、野坂岩でございます。では引き続きホライゾンゼロドーンやっていきましょう。今回は、ティルサと話すというところから進めていきます。もういきなり話しちゃっていいかな。ついに戻ってきたのですね。戻っただけではありません。多くの敵と戦ってここまで来たんです。たった今も彼女はマガツキのサンダー城と戦い包囲を解きました。ほんまや、もう大変やったわ。それは女神のご意志。女神と話すために戻ったのですか？ああ、まあそうとも言うな。今度はうまくいくはず。姉妹よ、このようなことは許されぬ。あれのせいで部族が危機にさらされておるのだ。父である鉄の悪魔を起こしに来たか。我らにとどめを刺しに来たのだ。何としても止めねば。まあランスラに恐れる必要はないって言ってあげるのが正解かな。ランスラ、やめろ。頼むからどいてくれ。そう怯えるな。試練以来学んだことが一つある。この世にはあなたより邪悪なものがいると。やっとだ。 ID をスキャンします。エラー、アルファレジストリが発送。修正します。アルファレジストリを復元。遺伝子データ認証完了。通行を許可。ようこそソベック博士、先へお進みください。もう敵いないよね。うわ、なんかミストの遭遇みたい。エラクシスクレーブナイブルードワンよ。よし、行きましょうか。連絡来るだろうと思った。ここ始めるか。当然だ。ここはもうここしかないんだね。ん？何かある。これがエレウシス。私はここで生まれた。ここで作られた。作られた。つまりこれは人工の子宮か。何百年もの前の新世代の母親たちだ。私は来たとこか。失礼しました。また一日が終わりました。明かりが暗くなるってこと？お母さんまだ眠くない？いつかだって。いつもそればっかりじゃないか。今がいいの。あそこすごいんだって。今すぐに。みんな、あのエリアは今使えないんだ。やっつけちゃえ身体的。
つまり、ここで暮らして、何もかも壊れて、その上、落書きが、ここにずっと住んでたのか。みんな、走ってストレスを吹き飛ばそうじゃないか。放っておいて、トロクさん。この前のことがあったから、二人きりにはできない、ルールを破ったんだぞ。ならおしゃべりさせてよ。あっち行って。すまないが、お前たちを見ていなければならないんだよ。人間じゃないくせに何よ。これ見てる、ね、ストレスが溜まってる。あなたたちを解放するしかない。でも、なんで？ここにはもう食べ物がありません。外にはあるの？それはわからない。おい、行くぞ。どうしよう。母さん寒かったら戻ってもいい？ごめんなさい。残念だけどそれは無理。これからはお互いに助け合いながら自分たちで生きていくのです。あなたはどうなるの？あ、ここ見たよね。わ、広いな。ここなんだな。お前が生まれた場所。え、ここ？でもなぜここで生まれたの？ドアが嫌いだったんだろ。開かない扉だ。あ、ここ見た。当然嫌うだろう。ん？開かない扉？ID をスキャンします。あ、スキャンで OK か。データ認証完了。通行許可。ようこそソベック博士、先へお進みください。大聖にようこそ。ここは学びの場で、結局ここは何だったんだ？アポロの夢だ。実現しろ。皆さんこんにちは。でもどうして？私の名はサミナ。今日は記念すべき日。学校。皆さんこんにちは。いや、同じことばっかり言ってる。今日は記念すべき日。まあ多分これもそう。学校の初日。皆さんこんにちは。私の名はサミナ。同じことばっかり言ってる。今日は記念すべき日。学校の初日。学ぶことはたくさんある。約束事や可能性もです。警告。ブルードラソベル博士に優先メッセージがある。オフライン。フォーカスでスキャンしてください。重要そうだな。ああ。途方もない真実が明かされるかもな。お。なんだ。ガイア最後の戦いってましたね。エリザベト、このメッセージは予測不能かつ破滅的な異常について知らせるものです。3マイクロ秒前にガイアプライムの施設が発信元の不明なデータを受信したようです。その結果、私の副次機能は制御不能で混沌とした性質を持つ自我のある独立体へと変化しました。何？こうして覚醒したハデスの機能がテラフォーミングを支配し、異なる命令を送り始めるでしょう。地球上の生命を 53.8 日後に消去するようにと。明らかにこれは許されざる状況です。ハデスに支配される前にガイアプライムの反応炉をオーバーロードするよう命令します。この結果、起きる爆発でハデスは崩壊します。しかし残念ながら私も破壊されます。私が自爆することで差し迫った危機を避けることはできますが、地球の運命は危機にさらされたままになる。テラフォーミングシステムを制御する中央統制知能がなくてもしばらくの間は機能するはずです。しかし結局はカオスに陥り、最終的には破綻をきたすでしょう。つまりそれが大厄災か。あなたが頼みの綱、ゆりかご施設に冷凍ストレージ内の遺伝子素材を用いるよう命じました。私の創造主であるエリザベト・ソベックを作るのです。命令により、施設外に居住する部族と直接コミュニケーションを取ることは禁じられています。ですがデータにより、彼らがあなたを無事に成長させてくれるのは明らかです。
遺伝子情報があればいずれこの施設に足を踏み入れて、下に保管されたフォーカスを一つ手にしてこのメッセージを見る。その遺伝子のおかげで他の施設にも入ることができます。そしてそのうちそこにある技術を使いシステムを再構築してガイアをリブートする。待って、エリザベト、不幸かつ望ましくない事態が起こりました。私が自爆を実行したことに対抗してハデスは自分を束縛しているコードを解くウイルスを放出しました。全てのコードを解く。ウイルス、みんな逃げて、いますが、でもどこへ。ウイルスはシステムのデータを破壊しています。それに、ああ、ゆりかご施設にあるアルファレジストリも破壊されてしまいます。破壊されればあなたはドアを開けられない。このメッセージを見ることもない。計画は破綻し、生命はついえる。いいえ、いいえ、エリザベト、私にはわかります。あなたなら絶対に方法を見つける。あなたに不可能なことなどないのです。ガイアプライムの遺跡へ行ってマスターオーバーライドを見つけて、コントロールルームにある、うまく扱えばハデスを葬り去るパワーを得ることができるはずです。ハデスを完全に破壊するまでシステムコアを修復してはなりません。ハデスは破壊されねばならない。以上です。もう一度あなたの声を聞きたかった。なるほどね。その予想以上に優れた人間だったのだな。母はいなかった。何を言ってるんだ。二人いるだろう。死んだ女と機械だ。私は人じゃない、ものなんだ。機械に作られた道具、破壊と炎の中で生まれた。炎を消し世界を癒す存在だ。恐ろしく重要な人物だと知って悲しむとは。お前にはやらねばならぬことがある。自分を憐れむのに気が済んだら苦しみの坂へ行け。ガイアプライムの遺跡で待っているぞ。なるほど。ID スキャンの異常を修正しました。エルシス9、ブルード1、アクセス解除。ここはもうないかな。あ、よかった。これ見たっけ。上かな。これは面白いことになりそう。あ、意見ショートカットか。なんか神の降臨みたいな感じ。アーロイ、許してすまなかった。女神と話しましたか。あ、話した。それでなんと。私は呪いを解くために生まれた鉄の悪魔を倒すため。でもどうやって倒すと。まだわからない。でも行くべき場所は教えてくれた。そこに行くのか。女神の望みだ。そのために生まれた。あ、行くつもりだ。とりあえず行ってみる。アーロイをたたえよ。ノラの申し子アーロイ。
たえよ。ノラの申し子アーロイ、ほらアーロイをたたえよ。ノラの申し子アーロイ、あんだけ異端者扱いしたのに今度はこれ。そうだよ、崇拝なんてやめてくれ。私は申し子じゃない、ノラ族でもないんだ。国境の外にも世界があって、いろんな部族が同じように暮らしているんだよ。でも危機が迫っている。守る価値のある世界だ。ここだけじゃない、全てが。俺も手伝う。戦う意志があるならばメリディアへ、そこで待ってて。アーロイの言葉聞き届けたな。ノラよ、道を開けよ。道を、我らの未来を導くアーロイのために。アーロイ、出発する前に時間をくれて感謝しています。もはや疑いの余地はない。そなたは祝福されし者、女神のご意志の権化です。そんな単純な話ではないんだ。まあでもそんなところか。そなたの進む道は険しい。鉄の悪魔を倒すなど不可能なことです。でも信じている。あ、ありがとう。ノラは多くの犠牲を被ってきた。これからどうなるんだ。それは女神の決めることです。女神のみぞ知ること。とりあえず長老たちが傷を負った者の世話を。約束です。そなたのためにメリディアンに行く者は皆天命の使者とする。我らはしばらくの間、女神のおそばのこの山に残るとしましょう。それがいいだろうな。守りには適しているだろうし。あ、ロストのこと聞けるんだ。ロストのことを教えてくれ。なぜ異端者になった。誓ったからって言って教えてくれなかったんだ。何があった。ああ、その話。どんな罪を犯したんだ。望むなら話しましょう。でもとても長い話。本当に今聞きたいのですか。聞かせてほしい。もちろん今聞きたい。頼む。ロストは罪など犯していません。自ら異端者になった。ああ、なるほどね。どういう意味だ。何年も前、大災厄よりも赤の動乱よりも、我らは突然とても凶悪な12人の流れ者に襲われた。母の祈りで人質を取り、そして彼らは悪魔の渇きに向かった。母の祈り、どこだ。見捨てられた村と呼ばれる場所です。カージャの国境近くの。その頃は多くの家族がいました。ロストもその一人。戦いの最中に妻が殺されてしまい、娘まで人質に取られてしまった。娘だって。その子の名は。アラナ。確か6つになったばかり。ノラは流れ物を追ったのか。義勇団が12人ですら止められなかったのか。人質も救えなかった。不可能に近かった。数では勝っていたが、義勇兵が矢を射るたびに彼らは人質を殺していったのです。そいつらの目的は。今でも分かりません。彼らに近づくことすらできなかった。悪魔の渇きの向こうに2日いたという。そして奇妙な音をさせていたと聞きました。そして現れた時のように、突如彼らは国境へと引き返し、
消えたのです。ロストの娘、ロスト娘はどうした？まさか死んだ？ロストは流れ物を追った義勇兵の一人でした。遠くから密かに国境にたどり着いた時に生きていた人質は6人、アラナもその一人。解放するどころか人質の喉をかき切って、まるで嘲笑うかのごとく死体を捨て去った。なぜ？むごいこと、信心深い野良族が聖地を離れ死体を探し追うなどとは思わなかったのでしょう。復讐など考えてもみなかった。ロストは何をした？じゃあロストはそいつらを追ったせいで異端者になった？いいえ、打ちひしがれてはいましたが禁忌を犯すような男ではない。ならばどうして？野良族で最も恐ろしい秘密の儀式を求めたのです。祝宴の使者になりたいのだと。祝宴の使者？祝宴の使者？何なんだ？死して探し求めるもの、そしてその過程で他者にも死を。儀式で魂を体から抜き取り大いなる母に委ねるのです。心臓は鼓動し思考はするが魂は体を去る。どういうことだ？ロストは流れ物を追いましたが魂はここに残る。大いなる母と共にあるのです。彼は人質の遺体を集め戻りました。そうしてまたそのまま旅立ち彼らを追ったのです。復讐の鬼と化して一度弓から放たれた矢が二度と戻らぬように。ロストは戻ってきた？でも戻ってきたのか？ええ、丸一年経った頃ひどい怪我を負って聖地の国境に倒れていました。カリウドが見つけた時彼は苦しみもだえていた。掟ではそこで死なねばならない。でもある者が禁忌を破りロストを国境のこちら側に引きずり入れたのです。それは誰？彼女は義勇兵の一人でロストが追っていた流れ者に家族を殺された。目的はつかなかった。ロストは目的を果たせなかったのか？その逆で12人すべてあらゆる土地まで追い詰め殺したと言っていた。メリディアン、バンアー、クレイム、ウタルの地、それだけでなく禁じられた西方も。だが最後の一人にやられそうになり怪我をし傷ついたロストははって聖地を目指しました。できるならば聖地の近くで死にたいと願い、誰に頼んだというわけでもなくロストは国境を越え手当を受けたのです。医師とは裏腹に我々長老は苦しい立場に。ならばなぜ異端者に？なぜロストを受け入れなかったんだ？ロストは祝宴の使者となったのですよ。部族にもはや彼の居場所はない。掟では追放しなければならない。でも我らはどうしてもそうすることができず、それゆえ歩み寄りを講じた。異端者にしたのか？ええ、ある条件のもとに。これまでにあったことをすべて口外しないという条件。家族を奪われ苦しんだ挙句に部族の異端者にされるのが答えだって？ロストは喜んでいました。聖なる地でまた暮らせるとは思わなかったのでしょう。安息の地と女神様のおそばで残りの人生を一人で過ごすと決め、喜んでそうした。ああ、そしてアーロイを受け取ったと。でも私が現れ彼に託したんだな。そう、もう一つの歩み寄り、
長老はそなたを恐れ部族で育てたがらなかった。我らはロストを頼った。ロストならそなたを守り育て、大いなる母の信仰と部族の慣習を教える。ああ、実際そうした。娘を亡くした男につけ込んで赤ん坊を育てさせたのか。ひどい仕打ちとは思わないのか。私は物事の成り行きは我らの知恵の証だと考えています。ロストはそなたを重荷などではなく授かり者だと、そなたを一目見た瞬間感じていたのでしょう。なるほど、本当にすごい話だ。今は前に進むべきだな。私に力を貸してくれてありがとう。何年もロストの話もありがとう。力になりたいが、でも私は無力な女。私もだ。でも卑下する必要はない。ああ、ありがとう、アーロイ。女神のご加護。ああ、たまには悪くない。最悪だったけれど、女神の意志で私たちを破滅させることはできなかった。メリディアンに義勇兵を。またね。その冒涜の報いを受ける。アーロイ。なんて言ったらいいか。メリディアンで会おうって言えばいい。もちろん言うのは簡単さ。でもいろいろと複雑だろう。お前を一緒に山の中に連れて行けば。いや、今はダメだ。多分な。俺だって努力してる。でも女神は俺よりお前を選んだ。あ、終わりか。私はそろそろ行く。お前は他のじゃあね、バール。バール、お前もだ。二人とも生き残れたその時には、私が見てきたことを教えるよ。そうだな。女神が望めば。じゃあメリディアンで。じゃあね。そのもの、世界に広がる汚れを一掃するのさ。よっしゃー。あれ、ここに もう出ないよね。うわあ、なんかもう荒れ果ててる。雪で霞む骨のように白い不吉な考えだ。もうだいぶラストに近づいてますな。もうこれはいいかな。あ、危ない危ない。落ちるとこだった。あれ、これどっから来たんだっけ。こう来て、あ、こうか。
よいしょ。まあというわけでメインクエスト無事今回で、なんだったっけ、あれ、あ、ノラの神王か、クリアすることができました。まあ次は崩れ落ちた山、苦しむ坂に向かうっていうところをやっていきたいと思います。いやー結構今回も激しかったということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次またメインクエスト頑張ってやっていきたいと思います。では野坂陽でした。ご視聴ありがとうございました。